The illuminated beast of the Sea of Clouds. The three secretaries who originally worked at the Jade Chamber have appeared at Yujing Terrace. It looks like something has them tearing their hair out. Oh wait! I turned off BGM! 仕事量が多すぎます。私たち3人もいるのに。彼女は一体どうやってこの量を。必須の秘書はやはりただものじゃない。屈辱です。あら、あなたたちは。お前ら、行幸の手下じゃないか。ここで何してるんだ？行幸様の秘書です。手下ではありません。関羽様を見かけませんでしたか？旅人さん。もう何日も絶雲の間から帰ってこないんです。彼女はリーウェイ七世全体を補佐している秘書で、私たちが今代わりに仕事をしているのですが。前に仙人たちがリーウェイの罪を問いただしに来た件について和解はしたものの、七世は仙人への尊重の意を示したいと考えたのです。そのため関羽様を使者として絶雲の間にリーウェイ騒動の近況を記した手紙を届けさせているのです。でも本当なら関羽様はとっくに帰ってきて仕事をしているはずです。なのにずっと戻ってきません。関羽様。なるほど。ついでに観光してるんじゃないのか？たまには息抜きも必要だろ？それはないでしょう。関羽様はリーウェイ一の働き者ですから。毎年の休暇期間ですら、関羽様はまだ仕事があるからと月海亭に残っているのです。そのような方が隙を見てサボるなんて想像もできません。そうなのか。でもあいつも半分仙人なんだから無事じゃないか。お前ら何をそんなに慌ててるんだ。そんなの彼女のこのありえない仕事量に決まってるじゃないですか。はあ、最初は3人もいるのだから仕事場が変わるだけだと思っていたのに。うん、まさか普段の関羽様の仕事量が私たち3人の処理能力を超えていただなんて。 Shouldn't you get back to work? Which one? ところで旅人さんは絶雲の間に自由に出入りできるそうですね。当然、何回も言ってるからな。よかった。私たちの代わりに絶雲の間に行って関羽様を探してきてくれませんか。私たちが倒れてしまう前に。 Lives are at stake here. 助かりました。カウン様は龍雲釈風神君のところに向かうと言っていました。まずはそちらを探してはどうでしょう。もう時間です。早く戻って仕事をしなければ。いや、先に行幸様に残業代について相談した方がいいのでは。Okay. Sea of clouds, a sea of people. カンは龍雲釈風神君のところに行ったのか。確か奥宗さんだったよな。急いで行くぞ。そこでカンに会えるといいな。ゆっ、おい、あそこにいるのカンじゃないか。やっと見つけたぞ。Do we need to talk? Or does it start? Oh, nice! ここにいたのか、カンウ。お二方、ここでお会いするとは。何かご用でしょうか。あ、いえ、私はもう属性から離れました。リーウェイ校の事務的な話なら月海亭に相談してください。 What happened? カンウは七星の秘書を辞めたのか。あいつらはお前が帰ってくるのを待ってたぞ。帰ってきてほしい。それがあなたたちの目的ですか。すみません、それはできません。なんでだ。一体何があったんだ。これが歴史の流れにおける選択です。この前仙人たちがリーウェイ校の監視役を民に引き渡してから、
いつかは私もリーウェを離れるのだと悟りました。千人の血を持つ私にリーウェ校での居場所はありません。手紙を届けリーウェに戻った後、私の仕事が百文、百行、百式に引き継がれていることを知りました。 Okay, yeah, before I continue, this I'm not bragging, but this is maxed out settings. Why are the lines still look so bad? Is it because it's zoomed in? But oh my god, this face though. I never realized her eyes are like red, purple. Yeah, let's just continue. 今回の仕事は私をリーウェから追い出す口実なのでしょう。七星がその機会をくれたのならきちんと答えないと。近すぎ。二人は優しいのですね。でも慰めは必要ありません。千年ぶりに絶雲の間に戻り、山の間を流れる雲を眺めていると心がとても休まるのです。な、でも騒いでいるのは誰だ。 I'm sorry。 あ、竜音釈放神君、すまない、オイラたち。ただの冗談だ。お前たちがこの地にやってきたことはすでに知っていた。Oh, well. おお、さすが仙人。関羽と昔話を語りに来たのか。楽しそうに談笑していたな。Old times? おや、そういうわけではなかったのか。任せよ、話題探しはわらわの得意分野だ。この千年の間自分と会話することで時間を潰してきたからな。そうだ、関羽の友人たちに関羽の子供の頃の話をしてやろう。え、ちょっと龍雲神君。恥ずかしがるな。お前の可愛い子供時代の話、皆も知りたいだろう。 Now that's a good topic。 聞きたいぞ。小さい頃のカウンはな、頭の角を撫でられるのが大好きだったんだ。 Oh, this is personal。 わらわが面倒を見ていた時はいつも角を撫でて寝かしつけていた。へぇ。その時のカウンはコロコロに太っていてな。どれくらいかというと、わらわと共に山へ登った時、つまずいてコロコロと麓まで落ちてしまったくらいだ。Okay, Mihoyo, thank you for the angle. Thank you so much. ある日、カウンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってな。それが初めて生きた人間を見た時だった。まさか、びっくりして岩の隙間に丸二日隠れてしまうとは。わらわが見つけた時、泣きながら化け物が出たと言っておった。修行の時間ですので先に失礼します。ふむ、お前たちの間にあった気まずい空気を和らげようと思ったのだが、お前のせいでさらに気まずくなったぞ。そうか。それよりもカンを探しに来てくれたこと嬉しく思う。ん、このような形であの子が絶雲の間に残ることをわらわはよく思っていない。 True? あの子に関することを話して聞かせよう。 OK。 千人の中、キリンは人獣だ。甘露を飲み、カカを食す。 Oh my god。 だが絶雲の間の仙山と仙境はあの子の人間の部分にとっては寂しすぎるのかもしれぬ。昨夜、カウンが月光に照らされた崖で一人山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海は
あの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーユエコーは絶雲の間よりも孤独です。絶雲の間で雲を眺めるのは一人でいることに対する孤独です。でもリーユエの人混みの中で感じるのは人ではないものの孤独です。こうしてわらわは偶然にもカウンの思いを聞いてしまった。心の悩みとは己の力で抜け出すのが困難なもの。だからお前たちにはそばにいてやってほしい。ああ、確かにそうだな。一人で落ち込んでても仕方ない。しかもリーユエに捨てられたっていうのも誤解だしな。 True? あ、そういえばさっきカウンが言ってた修行ってなんだ？あの子は戻ってきてからずっと仙人の感覚を取り戻したがっている。だからわらわに修行をしてほしいと願い出てきたのだ。Oh. 今は修行に備えて奥蔵さんの南へ向かっているだろう。わかった、早速行ってみるぜ。Head to the site of Ganyu's trial and speak to her. She's right here. You know what? Let's just take a photo. What's a good... Which one's a good angle? I think there isn't really any better angles than this, I guess. Dude, your hitbox is so big! What is this? I can't get near, look at this! The hitbox is so big!Okay, enough with the photos. Let's go to... Oh, at the bottom. Okay. It's easier to teleport, of course. Why wouldn't it be? Why is no one talking about this, man? The blur thing is just so broken, man. The blur feature is so broken.ここにいたか。お二方、なぜここに？凡人が仙人の住処に長居するのはよくありません。でもお二人のお気持ちに応え、少しだけ前科での修行を体験させてあげてもいいですよ。Thank you. やったー。仙人の感覚を取り戻すため、今は龍雲神君が教えてくれた修行をしています。少しあの方の趣味思考が混ざっていますが、仙人を誤解しないでくださいね。難しいのか？あ、いえ。旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです。準備ができたら始めましょう。 She said watashi tachi. So us, not mine. But ooh, so does that mean that's fair? Wait. Did I miss the hell? I missed.あ、いかん。あ、できる。や。Anyway, she said that it's not inferior to mine, but in Japanese, she said that 私たち、so it's us. 飛び回る修行か。確かに、龍雲神君が好きそうな内容だな。True.Where should we go? Are we? Oh. Huh? Ah, I missed! Excuse me?
Excuse me? Oh my god. Oh my god! I'm so bad! Hey! Wait. Okay, dude. And last one, where is it? I'm so bad, why am I so bad? Khan は射的が得意なんだな。すごい。先住血脈の視界がどのようなものであるか知れば、それほど驚くことではありませんよ。Her voice is so gentle. Excuse me? I can't really see it from here. I guess I need to glide! Very nice view. Very, very nice view. Wait, I hit that. Oh my god. I hit that. Okay. That's pretty cool. It's pretty cool. 順調ですね。どうですか? Yeah, anyway, finishing up what I said earlier, she said us and not, but the subtitle said mine. So, I guess Sora's power is really that good, or like, can rival an Adepti's power. Is Adepti the plural word for Adept? I don't know. Perhaps I'd be a good Adeptus. Being an Adept is not easy. そうですね。千人の血を引き継いではいませんが、素質はかなりあるようです。I just said that! That's cool! 修行が終わったけど、カンはこれからどうするつもりだ?まだ終わっていませんよ。龍雲神君の修行はまだ最初の段階に過ぎません。おお!つまり、他の仙人の修行もあるってことか? I want the goat. Wait, no, not goat. Wait, the deer. Is it the deer? Oh dear. いいえ。私のすべての力を引き出すには、あの仙人しかいません。ん?どいつだ?コウマ大聖です。おお、シャオ!おい!あの冷たくて自分勝手なショウが、お前のために修行を考えたのか? How interesting. 私も近づきがたいと思っていましたが、彼と向き合うことも、隠居の大事な一歩だと思っています。彼はもう私を待っているはずです。興味がありましたら、一緒に来てもいいですよ。当たり前だ!オイラたちも行くぞ!ナイス!ナンチャンメン、speak to Xiao. Come on, Seelai! We gotta take a photo. There we go. Hello. 30分遅れたな。人間の悪しき習慣が抜けていないようだ。Okay. I'm sorry, man. すみません。龍雲神君のところにいたので。私。言い訳も許しを請う必要もない。我はただお前に修行を頼まれただけだ。先生になった将は、厳しすぎるぞ。仙人でも人でもないその身を属性においては迷いが生じるのも必然だろう。修行の前にお前は自身の内側と向き合った方がいいと思うが。私は何も隠していません。肉体と魂は一心同体。魂に迷いが生じている時は肉体から打開策を見つけるのも一つの手だ。我の修行ではお前の肉体に秘められた潜在能力を探る。 You know, if you really listen closely, you can still hear the Kirito inside of him. はい、準備はできています。 修行はするが無駄話に付き合うつもりはない。
Okay, bro. Just gonna take a quick picture. Okay. Let's go. Whoa, 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 what is that? Why is there, is that cloud? What is that? What is that? That looks like a cloud, right? Oh my god. That's crazy. I wish there were more monoliths that actually change the weather for the, you know, for this specific challenge like this. God. That was quite fun. I would love to do a domain like that. Or even a spiral abyss. That's pretty cool. いつけられた修行を完了しました。報告は必要ない。他人からの評価とお前の修行は無関係だ。修行の結果は自分自身で感じろ。それがお前のためにもなる。 覚えておきます。ショウは何に対しても独特な考えがあるんだな。明日はさらに修行の難易度を上げる。お前は？お前は？厄介な奴がやってきたな。あとはお前に任せた、カンウ。これも、うん。うん。 これも修行の一環だ。嘘つけ。厄介なやつ？こんなところにショウの頭を悩ませるやつがいるのか？ なんと帝君のご加護のもとついに仙人と出会えるとは。あなた方はこの山の仙人でしょうか？ Yes. よかった。私は神帝と申します。仙人様たち、 どうか恋愛運と金運と出世運をお恵みください。お願いします。仙人を訪ねてきたやつか。うん、妖魔退治は得意でも変な人間の退治はな。<笑>私も仙人です。修行中の仙人ではありますが。よかった、無駄足にならずに済んだ。まだ半人前みたいですが、 問題ないでしょう。では何を恵んでくれますでしょうか。え、なかなか失礼なやつだぞ。そこの尋ね人よ、楽な道を探すのはよくありません。仙人も無償で全ての訪問者を助けているわけではありません。つまり仙人の恵みには金が必要ってことですか？ そういうわけではありません。ただ、何事もそれ相応の努力と真面目な生き方が大切だと伝えたかったのです。何もせずに全てを手に入れるのは他人に不公平です。ええ、分かっておりますとも。その話は父さんから何度も聞かされてますから。それはあなたの父も その苦労と幸せを過ごしてきたからでしょう。あなたの年なら実体のつかめないものに希望を託すのではなく、仕事と家庭に集中するべきです。あなた本当に仙人ですか？考えも話し方も俺の住んでいるところの人たちとそっくりだ。仙人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろうな。あ、なんだ？ 突然怒り出して、お前も仙人を訪ねてきたんじゃないのか？
言われてみれば確かにカーンを訪ねてきたからそうとも言えるな。もういい。本物でも偽物でもどちらにしろ意味がないなら山を降りる。ふん、お前みたいなやつさっさとどっか行け。カーン、あんな失礼なやつは気にしなくていいんだぞ。あ、いえ、彼の態度ではなく、ただ彼の話は確かに一理あると感じたのです。私は絶運の間に戻り、精一杯修行に励めば仙人に戻れると思っていました。さっき彼に質問されても、私は、でも林栄光はもう私を歓迎していません。仙人として私は、そうだぞ、こいつの言うことを信じろ。はあ、わかりました。リーウェ校に戻ってみます。ただ私はまだ自分の考えを変えるつもりはありません。もし私の判断に間違いがないと証明されれば、再び絶運の間に帰ります。やっと一歩進んだぞ。じゃあ戻るか。Well, that's definitely not the end of it, but that's a good start. Let's go back. Let's change the time to around 5:40-ish, 30-ish. Yeah, that's good, that's good. やっと帰ってきたぞ。やはり私は、ここまで来たんだ。まさか帰るなんて言わないよな。そうですね。それではお二人にあまりにも失礼ですし。ヒヒ、カンはどこか行きたいとこあるか？ずっと山を眺めていたので、まずは海が見たいですね。高校周辺に向かいましょう。任せろ。You know, it would be pretty cool if, like, you know, she said that she wants to take a walk to the port, or like, yeah, and we would actually have her walk beside us and not just like have us walk there alone. Yeah. I mean, I don't know, maybe the programming and stuff would be pretty hard, but you know, you can definitely make, you know, a more engaging story.And also, the storytelling would be really, you know, really good.